皆さんどうもこんにちは。リアティミエコーリーダーのカズサです。ついに、来たる7月19日、リアティミエの、2020年シーズンついに開幕です。今回はコロナウイルスということで、リモートマッチという形なんですけど、リモートマッチでもやっぱりこの僕たちのね、熱いオレンジのね、魂は選手に届くと思うんで、しっかりね、リモートマッチ選手に応援しましょう。ありがとうございます。皆さん、勝つとリアで見えてる気持ちを忘れずに行きましょう。皆さんこんにちは、リアティミエコーリーダーテボです。いよいよ JFL 開幕します。まずは選手たち、思いっきりサッカーを楽しんでください。そして自分の力を存分に発揮してください。今シーズンも熱い試合の数々を期待しています。僕たちを楽しませてください。よろしくお願いします。そして今この動画をご覧いただいているリアティーサポーターの皆さん、戦う準備はできてますか？ J リーグへ行く覚悟はできてますか？いろいろな思いがあると思いますが、チーム、選手、そしてこのリアティー三重を愛している自分自身のことを信じて、みんなで夢を叶えましょう。そして行くぞ J、 これね、今シーズンの合言葉です。みんなでね、J リーグ行きましょう。はい、行くよ。トトエヨーララーラビアミエ、我らの夢を共に戦う君を高い目指そう。今シーズンも熱く楽しく応援しましょう。よろしくお願いします。リアティミエコーリーダーテボでした。皆さんこんにちは。さあ2020年今シーズンが始まるぞ。我慢して我慢して、いろんな人が努力してここまで来た。どうか皆さん、スタジアム周辺には集まらないでくれ。行けないのなら送ればいい、念を送ればいい。朝スタに送ろう、勝とうぜ俺たちプレーに。さあオレンジの仲間たち、準備ができてるか。勝つのは俺たち家だ。